グライダーの変化の様子グライダーはライフゲームにおける代表的な移動物体である。ライフゲームにおいて最初に発見された移動物体であり、最小の移動物体でもある。ライフゲームで頻繁に出現する物体の一つであり、出現率はブロックの1、3程度である。この物体はアールペントミノの解析中にリチャード街によって発見された。 二単位時間ごとに反転を繰り返しながら移動する。この物体は、その移動の様子とパターンが進行方向を軸に共像になることから、幾何学用語のグライドリフレクションからグライダーと名付けられた。セルオートマトン一般には、グライダーのような移動物体を宇宙船と呼ぶ。グライダーは、他の物体と衝突し様々な変化を遂げることがある。二台のグライダー同士の衝突には、 方向や状態によって73通りのパターンがある。代表的なものをいくつか挙げる。これらは消滅する。これはブロックになる。これはイーターになる。これは池になる。これは二つのブロックになる。これは新しいグライダーが生成され、上のグライダーが来た方向に戻っていく。ブロックとの衝突、編集。これは消滅する。これは新しい位置にブロックを生成する。 これは、両方上になる、イーターとの衝突、編集。これは、グライダーが消滅し、イーターのみが生き残る。この角度から衝突すると、両方消滅する。グライダー2機の衝突で、池ができ、池と、グライダーが衝突すると、ボートに変化し、ボートに、グライダーが衝突すると、シャトルに変化する。また、グライダー2機によって、ブロックができるから、この変化を利用して、 グライダーの衝突のみによって2つのシャトルが2つのブロックに挟まれた配置を取る、グライダー銃を発生させることができる。ペンタデカスロンと衝突すると、ペンタデカスロンはそのままで、グライダーの軌道のみが反転する。エリック・レーモンドは次のような理由から、グライダーをハッカーを表すエンブレムとして提案した。ありがとうございます。